はい、皆さんこんにちは、森山ジョージです、ね、今新しいものをね、なんかいじくりたいということで、木材を買ってきて、ここにね、書斎テーブルと AV ボード一体化のねテーブルをね、作ろうということで、前々回かな、ホームセンターで、予算1万円木材の予算1万円ということで、木材を買ってきました。車に積んでね。で、前回の動画では、まあ、ホームセンターでワンカット30円ぐらいで切れるんですけども、全部ハンドメイドでやるからこそ面白いということで、まあ、自分は丸ノコを持ってるので、まあ、丸ノコもね、安いものだと5000円ぐらいで買えるので、丸ノコでね、ウィーンとね、それぞれね、寸法を測って板を切ってったっていう動画をね、前回アップしたと思うんですけども、で、切った板がこちら。今回ね、杉の木を買ったんで、これなんですよね。で、まあ、いろんなサイズのがね、寸法を測ってあったんですけど、この木の節、まあ、テーブルを作るので、この木の節っていうのがね、結構多いのを選んでチョイスして買いました。うん。で、これに、なんだろうな、例えばサンドペーパーとかね、まあ、サンダーとか持ってる人はあれですけども、こうね、ヤスリをかけて、まあね、こう、なんていうの、トゲが出ないようにしてヤスリをかけて、まあ、その上にペンキであったりとかニスを塗って、普通にテーブルを作るっていうのもいいんですが、それだとなんかね、味気ないじゃないですか。なので、せっかくね、もう柔らかい木なんで、杉はね、これをエイジングしていきます。はい、エイジングって何かっていうと、これね、これ新品の木ですよ。ホームセンターで売ってたね、安いです、杉の木はね。はい、これをね、せっかくなので、ね、ヴィンテージの古材のような加工をこれにしていきます。もう生まれ変わります。はい、確かにこれでそのままね、いいですよ、テーブル作ってもこのまんまヤスリかけて、ペンキ塗る人は塗ってビズで留めてって、それもいいんですけども、せっかく作るなら、世界に一つしかないテーブル作りたいじゃないですか。なので、エイジング処理としてこれをヴィンテージの古材のような加工を、いや、今からやっていきますね。で、エイジング、今回エイジングしますけども、そのエイジングで大切な要素っていうのが2つあります。1つ目が、まずはこの木を痛めつける、傷つけるっていうことです。めちゃくちゃ大事です。それが後にすごい効いてくるんで、味となってね。で、2つ目がワックスをかけていきます。はい、その専用のワックスもありますので、それもね、そのうち動画でね、ご紹介したいと思いますので、まずはね、今回はこの動画では、まずこの木を痛めつけるっていうことをね、どう痛めつけるのっていうのをね、皆さんにね、ご紹介していきたいので、その動画はね、このやり方も含めて今からご紹介していきますね。はい、それでこのね、買ってきた新品の木を炒めるっていうね、やり方なんですけど、もう本当簡単です。専門的な知識なんていらないです。ご家庭にある道具でどなたでもできますから、もしね、家の中でこう棚を作ったりとかして、こう古材みたいな加工したいと、ね、ヴィンテージ風の棚を作りたいとかね、行った時にはもう全部に応用できますので、今からね、必要な道具をまずご紹介しますね。はい、それでまず必要な道具、これはね、どのご家庭にも多分あると思うんですけど、まず1個はハンマーです。ハンマーでバンバンぶったたいていきます。はい、ハンマーね。で、もう1つ目がこれ。これはね、なかったらないで別のもの代用できます。これ何かっていうと、なんかアウトドアとかキャンプとかで使う、これナイフなんですけども、これはね、モーラーナイフって言って2000円ぐらいでね、売ってますんで、もしあれだったらかなり薪とかもガン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 削れたりするものなので、これもあるとすごい便利です。で、もしね、ナイフないよっていう人いると思うんですよ。
で、ナイフない人は何で代用できるかっていうと、これです。もうどこでもありますよね。ハサミであるとか、カッターナイフ。うん、これ。これね。これでもある程度、柔らかい木を買ってくれば、杉の木なんか柔らかいので、こんなんでも全然代用できます。で、オプションとしてあったらすごいいいなと。まあ、これは多分何か組み立てるってなったら多分あると思うんですけど、これ、見えますか？ネジ。ビスですね。これあるとエイジングすごい味が出てくるんですよ、ね、今からそのやり方ご紹介しますので、めちゃくちゃねこのねネジが重要なんです、はい、このビスね、これが重要になってくるので、このやり方を今から紹介していきますね。で、まず一番最初、まあ最初で手順も何もないんですけども、このナイフとかね、カッターナイフとかハサミでもいいんですけど、まず傷つける、うん、なのでもうこんなやっちゃっていいです。ガンガンもうバンバン傷、こうね穴開いて傷つけちゃってもいいです。こうやってえぐっちゃってもいいです。カッターとかハサミとかで、ね、こうやってえぐってもいいです。で、あとはこのね節を大事にしたいので、節から伸びてるこの木目ありますよね。こういうところをもうねナイフとかカッターとかでグッと挟んで、こうなんか広げていく、こうやってグッ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 て、わかります？グーって。このあとワックスを塗っていくんですけど、そのワックスを塗った時にこういうね溝を作っておくと、すごいそれがね加工としてめちゃくちゃ生きてくるんで、こういうのやっていく、うん、ガン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 で、こう縦の線だけじゃなくて、こう斜めの線とかもこうやって適当に入れちゃう、ガン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 こうやって入れちゃう、うん、入れちゃう。で、例えばね大きな溝を作りたいって言った時には、なんだ、よいしょ、見えますかね、そう、こういうとこね、これで見えるかな、こう溝掘っちゃう、もうガンガン端こう掘っちゃう、反対から、ま、V 字にこう掘っていく。このぐらいね、これ分かるかな、このぐらいかけても全然いいです。ワックス塗った時にめちゃくちゃ味になります。なのでこういうのをやっていく。あと古材風に見せたいのであれば、すごい重要なのはこの角なんですよ。分かります？この角、こういうのはもうガンガンナイフとかで切り落としちゃう。こうやってカッターでもいいですけど、もうガンガンいいっすよ。ガッツってもう木材の角は全部落としちゃいましょう。こうやってね、わかります？で、こういうところはもうこうやって削って角を丸くしていく。もうガン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 経年劣化で使って角がなくなっちゃってますよっていうようなニュアンスにしていく。なのでもうこうなってくると、もうなんかね DIY っていうか造形になってくるん で、これね終わりがないんですよ。何をもって終了するかっていうところが結構ね終わりがないので、やりすぎても別に好みなんでいいんで、こういう角も切ってっちゃう、ガンガン。いいです。ガンガンやってください。いいです。こうやって切ってっちゃう。うん、で、もう、そう、なので、カッターよりもこういうナイフとかがね、もしあるのであれば、まあ、いらない包丁とかでもいいっすよ。こうやってガン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 こう切ってっちゃう。傷つけてっちゃう。あとでどうせ3度かけるんで、サンドペーパーかけるんで、こういうちょっとトゲがあってもそれはね綺麗に仕上がるんで全然大丈夫ですよ。もうこういうところにガン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 傷入れてっちゃう、グッグッグッて、こうやってね、わかります？こういう感じにどん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 加工して、これねでも地味に時間かかるので、結構時間ね、ただ室内でもこうやってできるんで、なんか余裕がある時にね、僕なんか夜中とかもこういうのやってて、もうガン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 刺してっちゃう、傷つけてっちゃう。で、
あとハンマーですね。これどういうふうに使うのかっていうと、よくねこうハンマーこう叩く部分とこっちこうね釘とか取るような部分あるじゃないですか。これねこっち側とかめちゃくちゃ使えるんで、もうねこうやってそうすると溝掘れるんで、こういうふうにね、わかります？こうやって溝が掘れてくるんで、すごい使い勝手がいいんですよ。なのでこうやってガン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 掘っていく。はい、ちょっと斜めにこうやっちゃったりとか、もうこんな感じでオラ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 ってこうきね傷つけて、バンバン傷つけましょう。うん。で、あとはこういうのもいいですよ。こっちでこう叩く。そうするとどうなるかっていうと、分かりますかね、こんな感じになります。これがワックス塗った時にめちゃくちゃ味になるんですよ。なのでもうガンガン傷つけていいです。で、あと例えば今ね角簡単に削りましたけど、こういう感じでもうね木材の角っていう角は全部どうせビスで留めますし、削っていきましょう。こうやって削る、ガンガン削る、ね、こういう風にやっていく。で、削っただけだとちょっとこう角張ってるんですよ。なのでハンマーの次の使い方としては、こういう角をもう叩く。またねこうボコ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 してね、よりね使用感が出てきます。こういうところにガン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 、例えば木をこうぶつけたんだなとか、そういった感じのね見栄えになってくるので、ハンマーで叩いたり、こうねナイフでガンガン傷つけたり、えぐったりもいいです。で、こう棚とかだとこう見せる側あるじゃないですか、ね、例えばこっち側見せないとして、見せない部分はそんな加工なんかいらないんで、こう見せる、こう例えばこっち側が人の目につくよって言ったら、こういうところもガンガンこうやって加工していきましょう。そうするとこんな感じに仕上がるんですよ。わかります？ここすごい傷ついてるの。こういうハンマーでもいいですよ。するとこういうふうに、こういう傷がめちゃくちゃ後にかっこよくなってきます。何にもないよりもこうね、何十年も経ってるんだぜっていうようなね、この傷を自分でつけていく。ガンガンね、こうやって、わかります？ね、つけていく。こういうふうに傷をつけていく、こう凹凸を作る、ね、武骨に扱われていた木材なんだっていうのを表現するってことがすごい大事。これね、一枚やるのにもいっぱい時間かかるので、時間の余裕があるときでね、さっき言ってたこれめちゃくちゃ重要なんですよ。何かっていうと、もうこれネジあるでしょ、こういうのハンマーで叩いちゃう。そうすると何が起きるかっていうと、これ見えるかな、ネジの跡がつくんですよ。これワックス塗った時にこのまんま出ます。なのでネジの跡めちゃくちゃかっこいいので、もうこういうカードとかでもいいですけど、ガンガンちょっと斜めにしたりとか、そういうのでネジの跡作っていく。あります？よいしょ、うん、ネジの跡、これがねめちゃくちゃ味になってきますよ。かっこよくなってくるんで、これぜひねやってみてください。で、これをバン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 やっていきます。もうどの板にもやっていく。見えるとこ、例えば天板であるとか、例えば足の部分ね、足の部分の人から目につくところ、こっちから人から目につくところ、こういうところをガン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 加工して、基本的に角はガンガン
古材ヴィンテージの古材っぽく落としていく、これがめちゃくちゃ重要なので、本当に時間かければかけるほどめちゃくちゃいい仕上がりになるので、まだこれねワックス塗ってないからなんとなくですけども、時間かければかけるほどできるようになるのでやってください。でもうね、傷なんてやり方なんか何でもいいんですよ。今ご紹介したねモーラーナイフ使ってますけど、こういうのとかハンマーとかカッターとかハサミとかネジとかってこうご紹介しましたけど、その他にね叩く道具とか削る道具世の中にいっぱいあるので、僕はこの間なんかたまたまやった時にこのネジの跡がめちゃくちゃいいなっていうのが見つかったんで、ネジを使うようにしてますけど、なんかの跡つけてもいいし、なんかねもう落書きしちゃってもいいと思うんですよ。後ですごいサンドかけたらそれが薄くなって味わいになったりするので、まあそういうのをやってみてください。はい、それで、ある程度この仕上がった、今まだこれ途中ですけど、仕上がったらサンドかけていきます。サンドペーパーね、これサンダー持ってる人とかサンダーでいいんですけど、で番手は結構ね粗めの使った方がいいです。これ180番のサンドペーパーなんですけど、こんな感じで切って、もうあとはこううわーってね、例えばこういうところって結構ねトゲがまだまだ出てるんで、こういう水をねわーっとサンドかけていく、サンドでもう磨き上げていく、とかこういうね、さっきぶったたいたところにこうトゲとかが出たりすると全体的にまずわーってかけておいて、かけてあと細かいこう傷の部分とかを最終的に角とかねやっていく、こういう風にここのね角とかをこういう風にサンドかけていく。180番とか200番、300番以内ぐらいが結構早めに出来上がるんで、こんな感じでわーってかけていく。そうするとかなり綺麗になりますので、触っても全然痛くない、最後にね旋盤とか薄いのかけてもいいと思うんですよ。でなんでこう全体にこうかけるかっていうと、なんだ最後ワックス塗るときにめちゃくちゃそれがね塗りが馴染んで良くなるっていうのがあります。あとポイントは節目の多いところを選ぶ、節こう、ね、木の節が多い箇所を選ぶ。で節からこうね、もう一度言いますよ、節から伸びている木目ありますよね、こういうところをもう溝作っていく、ガンガンこういうところでね作っていく、木目に沿ってやっていく。これが塗った時にここだけが色変わったりして余計味ができますんで、はい、なので、まあ、ナイフでこう叩くもよし、ハンマーでこう叩くもよし、もういいです、何使ってもいいです。叩いて傷つけていくらでもできるんで、そういうのやっていってください。はい、ということで今日はね、ヴィンテージ古材風の加工のまずファーストステップとして木を削る、痛みつけるっていうのをねやり方も含めてご紹介しました。これね本当に時間かかるんで、ある程度しかも終わりがないので、自分で頃合いを見てこの程度でいいだろうというのを見切ってください。で これ古材風にまず痛みつけた木なんですけど、わかります？これね、こんな感じ、こんな感じでこう、これもバンバン叩く、溝を作る、こういうね、こういう感じでやっていってます。ちなみに新品の状態これですよ。この状態からこういう感じに加工していく。凹凸があるのすごいよくわかると思うんですよ。これがねめちゃくちゃ後にかっこよくなってきますので、ぜひね。で角もこんな感じかな、こういう感じで加工していく、使ってましたよっていうような感じで見せていくっていう加工が後に生きていきますので、ぜひね皆さんもやってみてください。すげえかっこよくなります。で次はねめちゃくちゃいいワックスがあるので、これはねもうぜひおすすめ。もうね一家に一個、まあいろんなね色の種類があるんですけども、一家に一個必要なワックスなので、DIY をやるんだったらもう絶対持ってなきゃいけないっていうぐらいね、ヴィンテージ加工にはうってつけのワックスがありますのでね、その辺をね次回はぜひご紹介いたします。はい、今日は以上になります。ありがとうございました。塗るだけでもう一塗りするだけで木がねめちゃくちゃ生まれ変わります。ここに本当塗るだけなんですよ。こうやって塗る、これもう変わってきても分かります。そうするだけで一気にヴィンテージの素材ですよ。これ新品と比較してくださいよ。